こんにちは、速稼塾の久保です。いやー、竹中さん、いいこと言いますよ。今回はね、私の胸に響きましたね。タイトルはですね、緊急事態宣言の考えと決断についての解説ですね。この解説は非常に分かりやすかった、つまりね、 GoTo キャンペーンをやっても批判される、やめても批判される、まさに存在が批判なんですよね、菅総理は。そしてそれはね、竹中平蔵さんもね、同じかもしれないですよね。要するにね、竹中平蔵さんはその派遣社員という形、パソナっていう会社を使って国民から金をむしり取ったから批判されてるんですよね、きっとね。で、菅総理は国民にお金を払わないから批判されてるんですよね。要するに私たちの暮らしが苦しいのは、この菅総理という、まあ、政府を司っているもの、そして経済の一翼を担ってるとされている影響力の大きい竹中平蔵さんが私利私欲に、まあね、まみれてね、私たちからお金をむしり取ってるからだと思われてるからじゃないかなと思うんですよ。で、最終的にね、医療崩壊のことについてもお話ししましたけども、まあそうですね、医療のリソースは十分整っていると。で、数百人、そして1000人前後の重篤患者の方に、関わってですね、ほとんどの医療リソースが健全に動いているのに医療崩壊だっていうのはちょっと言い過ぎじゃないかなというふうなことも言われてましたけども、もしかして竹中さん、医療業界にもパスナの何ですか、社員を送り込もうとか、そこに利権を貪ろうとか思ってるんじゃないでしょうね、と考えてる人がいるんじゃないでしょうか。私はね、特にそこまで考えてないんですけども、竹中さんがね、こうやって動画をたくさん更新してくださるんで、いろいろとね、私もネタが増えて助かります。ありがとうございます。これからも更新バンバンお願いします。それではですね、竹中平蔵さんの平チャンネルのこの動画の元ネタは下に貼っておきますんで、そちらの方からさらに皆さんの怒りを増幅させていただきますようによろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。